はい、こんにちは。昭和の男でございます。今回はですね、天地しげるさん主演で有名な江戸川乱歩の美女シリーズですね、土曜ワイド劇場でやっていた分です。についてですね、一緒にしろうという動画を上げてみたいと思います。一緒にしろうということでして、私もですね、実は下調べしておりません。で、何を喋るかっていうのもね、あんまりちょっとね、時間もなくてというと、もうまずいんですけど、あんまり考えてないんですよ。ですから、こう、ね、こう今こう喋りながら、編集をうまくしてですね、皆様にお届けしたいと思います。土曜ワイド劇場ご存知ですかね。火曜サスペンスっていうね、ちょっと有名な、サスペンス推理物をやっている、まあ、ドラマのシリーズがあったんですけど、その前からありましたよね、土曜ワイド劇場っていうのは。私も小さい頃はね、よく見ていました。ちょっといやらしいのがね、あったりするんですけども大好きでしたね。はい。で、その中でちょっといやらしいの中のちょっとボリュームがね、多い、江戸川乱歩の、美女シリーズかな、美女シリーズですね。これについてですね、深く知りたいんですよね。たまたまですね、天地しげるさんについての記事をですね、最近目にすることがあったんですね。それで天地しげるさんといえばやっぱりこのね、明智小五郎なんですよ、江戸川乱歩の美女シリーズの。で、私はあと非常のライセンスかな、とあとなんか大江戸なんとかとかっていうね、時代劇にも出てたような気がします。結構売れっ子のね、俳優でしたね。で、彼のね、すごいインパクトあるね、明智さんの、役と、あと、いつも出てくるね、美女ですね。その美女が、まあ、犯人だったり、実は犯人っぽかったけど、単なる犠牲者だったりっていうね、そういう展開で進んでいくドラマなんですけども、今見るとね、多分ね、なんかちょっとって思うのかもしれない。もう最近見たことないから分からないんですよ、再放送で。小さい頃見ただけで、再放送もたまにやってたんですけど、私なんかあんまり再放送見なかったんですね。だからストーリーもよく覚えてないし、出演者もね、天地しげるは覚えてるんですけど、美女は誰だったかっていうのはあんまり覚えてないんですよね。でいろんな場面場面がこう頭に残ってて、一つ繋がらないんですよ。でもすんごくインパクトのあるドラマだったと思います。見てるときはすごい楽しくてね。エロが結構あるんですよね。私の覚えてる範囲では、そのメインの美女っていうのは、なんかエロっぽいけども、なんかエロをしなかったような気がするんですけど、取り巻きの、なんか美女みたいなのがこう出てるんですけどね、大体。その人たちが結構胸出してみたいな感じのが多かった。こう濡れ場のシーンがね、多かったような気がします。私小学生ですから、ちゃんとね、見れないというか、親と一緒に見てたんですよ。土曜の9時ぐらいだったから、9時から始まるからね、8時から練習の流れで、見てたのかな、キーハンターかなんかがあって、その後に見てたのかちょっと覚えてないんですけども、なんか家族で見てたはずなんですよ、土曜の遅い時間なので。だからそういう濡れ場になるとちょっと気まずい雰囲気がふーっと漂っていったり、母親が急にお茶を作りに行ったりしていたような気がします。はっきり覚えてないんですけどね。で、まあそのね、濡れ場とか、その、お乳を出すし、言っていいのかな、YouTube で。は、すごくインパクト残ってるんですよ。中でもですね、美穂潤さんが、まだ、テレビに出して、そんなない頃ですから、脇役でやってたんですけども、なんか、喧嘩して屋敷を飛び出すんですよ。で、次の日裸で殺されてたっていう。なんか裸で殺されてるんです。普通に殺されればいいの。胸を出して、ボーンって。で、今はね、多分、コンプライアンスもあるから、そういうのはないんですけど、土曜ワイドとか結構ね、胸をポンと出してね、死んでるとかね、ナイフが刺さってるシーンって結構あったような気がするんですよね。だからすっごくインパクトがあるんですよね。はい。で、じゃあちょっとこのね、この江戸川乱歩の美女シリーズについて知りたいなと思ったんですよ。じゃあ、一緒にこう、ね、ウィキペディアがね、一番情報が
簡潔に見えるので、見て皆さんと思い出してみようということでね、今回やってみたと思います。で、タイトルも実はちゃんと覚えてなくて、明智小五郎シリーズだったかな、みたいなふうに思ってたんですけど、それはちょっと調べたんですよ。そうすると、江戸川乱歩の美女シリーズという名前だったようですね。ちょっと見てみましょう。もうね、ウィキペディアのページは、開いております。1977年から94年、で17年間放送されたシリーズということで、すごいですね。17年間もあったんですね。私、90何年ぐらいになったらもう見てないと思いますね。もう大学生になってからは土曜ワイドとかは見てなかったと思いますね。火曜サスペンスの方はちょっと見てたかもしれないですけどね。はい。で、どういうね、概要だったかというと、子供向けの映像化が多かった江戸川乱歩作品を大人向けに絞って映像化し、現代風にアレンジしたって書いてますね。江戸川乱歩ってね、有名な、推理作家ですけども、明智小五郎シリーズ書いた。これもともとの、どっかね、イギリスかアメリカ、ちょっと忘れちゃったんで、イギリスかな。江戸川乱歩っていうね、推理作家がいますよね。そこから撮ったらしいですね、この人はね。で、トップ女優の感動的な演技とヌード、中盤でのカーチェイス、物語終盤に死亡したかと思われていた名探偵明智小五郎が別人物になりすまして登場し、犯人の前で変装を解く場面、悲劇的なラストシーンが恒例となっていると書いてますね。ということはトップ女優も脱いでたのかな、ということですね。そうそうそう。明智さんって死んだ風に思われてて、ラストでなんか、実は掃除婦の格好をして、出てきて、こうね、仮面みたいのを取ったら掃除婦じゃなくて明智さんでして、はははははみたいな感じで、で、こう、謎解きをね、していくっていう、そういう終わり方だったと思うんです。その後になんか、美女が犯人だったら毒飲んでみたいな、そんな感じの終わりだったと思うんですよね。はい。で、1977年から、85年まで25作品が制作されたのは、これ、天地しげるさんですね。で、天地しげるさんね、途中でお亡くなりになっているので、その後、北王子金也さんと、最後テレコさんがやられているみたいですね。北王子金也さんの覚えてるんですけど、最後テレコさんがやってたっていうのもね、ちょっと申し訳ないですけど知らないかったですね。2作品しかなかったんですね。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、天地しげるさん主演の25作品が江戸川乱歩シリーズとして DVD 化されているほかって書いてますけど、DVD 化されてるんですね。ちょっと見てみたいな。今見たらどんな感じなんだろうね。脚本とかプロットちゃんとね、その頃意識して見てなかったので、もしかしたらすごい推理、ね、江戸川乱歩の、小説を元にしていたら、結構ね、サスペンスとしても一流だったかもしれないですね。まあ今見ると女優で誰が犯人かっていうの分かりますので、今の場合見て、石野真子か、大場久美子が犯人かっていうのは、ちょっと出てきたら分かりますけど、まあ、そう、でも、これ美女が犯人かどうかってそういう感じが多かったので、ストーリー的に面白かったかもしれないですね。ちょっと覚えてないですけど、はい。で、まあ、変装があって、入浴シーンがあってと書いてますね。明智の衣装とか書いてますね。それでね、天地さんが主演した分のタイトルだけちょっと読んでいきましょうか。氷柱の美女。浴槽の美女。しけだの美女。白い人魚の美女。水仙の美女、妖精の美女、宝石の美女、悪魔のような美女、赤いサソリの美女、大時計の美女、あ、これなんか覚えてるな、時計台の出たですね、で、桜の国の美女、エマニエルの美女、すごいタイトル、見せられた美女、五重塔の美女、あ、五重塔の美女かな、なんかこのみたいな気がするな、鏡地獄の美女、白いちぶさの美女、すごいな、天国と地獄の美女、化粧台の美女、湖底っていうのかな、美女、天国と悪魔の美女、白いスワダの美女、禁断の実の美女、万代作、あ、これ覚えてるな、万代作さんが出てたの覚えてる、では炎の中の美女、怪しい傷跡の美女、黒真珠の美女ということでですね、面白いな、で、なんか私が覚えてすごいインパクトのあるシーンは、万代作さんちょっと覚えてないですけど、美女がこう椅子に座るんですけど、いつも気持ちいいこの椅子ってもだえるんですよ。実はその椅子の中に男が隠れて、大きな椅子の中に男が隠れてて、こうなんか
こう感応させてたみたいな、なんかそういう話だったと思うんですけど、ものすごいですよね、それ今考えると。なんかそういうシーンがね、すごいインパクト残ってて、すごく面白かったと思います。皆さん、どうでした？好きでした？で、この天地しげるさんについての記事をね、読んだのは、俳優の奥田瑛二さんが、インタビューね、された時の記事だったんですけども、奥田瑛二さん、ご存知ですかね？金曜日の美女と、美女、金曜日の妻か、金曜日の妻たちなんかで、有名になった方ですけども、彼は実は天地しげるさんの付き人を2年間されていたようなんですよ。ですごいいい付き人だったみたいで、結構信頼関係は厚かったらしいんですが、でも俳優としてね、早く独立したいということで、奥田瑛二さんですね、夜逃げ同然でですね、天地しげるさんの元を飛び出すらしいんですよ。で、その後彼は成功するんですけども、すごく心の中にいつか謝りたいとこう思ってたらしいんですね。一度だけなんか彼がまだ、芽が出ない頃に、アルバイトしていた飲み屋に来てくれたらしいんですね。ちょっと交わしただけで帰っていったらしいんですけども、で一緒に共演する機会がとうとうできて、土下座して謝ろうと彼は思ってたらしいんですけど、その矢先にですね、脳梗塞かな、心筋梗塞かな、ちょっと覚えてないんですけど、天地しげるさん亡くなったようです。天地しげるさんというのはすごい人格者らしたらしくて、本当に天地しげるさん、本当、明智小五郎さんと同じような感じで、結構無口な方で、誰に対してもそうだったようなんですよ。で、すごい忙しかったらしいんですね、奥田瑛二さんがついていた時っていうのは。それでもですね、こうイライラしたり声を荒げたりしない、すごい人格者だったって言ってますよね。本当にね、惜しい人を亡くしたと思います。私、小さい頃見てて、すごい男前の俳優だなとは思ってはなかったんですよね。申し訳ないですけど、私が小さい頃男前の俳優って言われてたのは三浦友和さんとか草刈正雄さんだったんですけど、ちょっとね、タイプが違う俳優だったんですけど、すっごくインパクトがあります。なんかね、失礼ですけど、大魔神みたいなイメージがあって、怖い顔してるんだけど優しいね、心の中は。そういう、こう、役が多くて、実は役だけでもなくて、その人の、まあ、天地しげるさん自身がそうだったんでしょうね。ね、今生きていれば、もういい年にはなってると思うんですけども、ね、文化功労賞ぐらい取るぐらいの人になってたかもしれませんね。非常に残念です。ということで、今回はですね、この、江戸川乱歩の美女シリーズについて一緒に知ろうということで、そんなに知ろうってことじゃなかったですね、話したら。もっとね、いろいろやっぱり探れば出てくるんですけど、今見た感じで、ウィキペディアで見た感じではね、こういう感じですということで、はい。まあ、それでもまあ、面白かったなっていう人は、まあ、いいねお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。あ、そうそうそう。このね、江戸川乱歩シリーズについて、いろいろこう、情報知ってる人書き込んでください。そこで盛り上がりましょう。はい、じゃあ、さよなら、月の動画まで。